株価ブ,ブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。それではまず、日経。日経今日、117円上げましたね。はい。で、ダウがね、6日続伸なんですよね。はい。で、3週間ぶりのね、最高値更新ということでね、ダウも絶好調なんですよね。これいつ急落するかっていうの、ヒヤヒヤしてますけども。で、日 は3日続進ということになりましたね、工業績の株に買いということなんですけども、はいまあ昨日ね、あの600円以上、ね、上げて爆上げしたということで、今本当にもうね、この3万円の、ね、近くまでも来てるんですよね、2万9000円台のもう後半に入ってますからね。はいいやーそうですね本当に もう本当ね、あの、バブルの頃をね、あの、思い出せるぐらいの、ね、勢いにね、今なってるんですけどもね、はい。なので、うーんとね、本当、まあ、この辺来た時もね、もういつ急落するんだって話をしてましたけど、まあ、一旦落ちたものの、また今度ドーンと上がってね、 ここからね、どうなるかね、本当にわかんないですよね、本当にもう。で、節分天井なんて話もしてましたけど、まあ、それどころがね、こう、今上がってるので、うーん、まあ、どうなるかですよね、本当ね、これちょっと日経ばっかりはね、本当にいつもわかんないですね。個別のね、銘柄ならね、なんとなくわかるんですけど、日経だけはね、どうしても読めないです。本当に。うん、どっちに行くやら、全くわからないんですけども。はい。まあ、でもね、まあ、上げたので、まあ、良かったと思いますが、 ただですね、マザーズの方がね、ちょい下げなんですよね。はい。うん。で、まあね、この75日線の上をね、まあ言っているので、まあいいって言えばいいんですけども、ただね、75日線がね、ちょっと垂れてきているので、これもね、ちょっと気になるんですよね。だから、うーん、もうちょっとね、元気よくね、日経ぐらいとは言い,言いませんけど、まあそこそこね、もうちょっと上げてほしいなっていうふうにね、思ってますけどね。はい。頑張ってください。はい。 以上、GI、関連でした。はい、続いてと、テーマ別、はい、毎日見ている巣ごもりリモート処理関連と旅行関連の比較ですけども、今日はね、日経上げたのにね、珍しくね、旅行関連がねほとんど下げたんですよね。はいで、まあ、巣ごもり関連、リモート処理関連がね、まあ上がったということになりましたね、はいうん、まあ旅行関連はね、最近ずっと上げていたのでねまあ、ちょっと調整した感じになっていると思うんですけどもね。はい以上、 関関連連とと旅行関連の比較ででした。はい、続い続てとですね、まず水素関連なんですけども、はい、水素関連ね、まあ今は上げたの下げたの半分ぐらいですね、このリストではね。で、まあちょっと気になったのがね、この中国工業なんですけども、中国工業ね、今日1%ちょっと上げたんですが、とね、ここでね、こうちょっとぴよんとね、お山ができてるんですけども、はい。 で、ここでね、一瞬上がったんですがと、やっぱりね、ちょっと戻っちゃったっていうことだったんですけども、これはこの時間帯にと決算が出たんですよねと、1時半ですかね、午後1時半に決算が出て、で、計上が3.2倍増益で着地というようなことになったんですけども、とですね、ただ、この通気がね、据え置きだったんですよね、うん。というようなことがあって。 でまあちょっとね、あのー、上げきれなかったという感じになってしまいましたね、残念ながらね。はい。以上、水素関連でした。で、続いて、EV 関連なんですけども、はい、毎日見たようにね、ダイヤエレクなんですけども、はい、今日ね、7%近く上げてね、ついにね、2000円のところね、タッチしましたね。はい、おめでとうございます。で、まあ、ちょっと終わりにはね、ギリギリね、あの超えれなかったんですね、2000円をね、1993円と。 いうことにはなりましたけども、まあ、それでもね、かなりね、頑張ったと思うんですよね。はい。あの、前からね、このぐらいからね、ずっとね、言ってましたよね。あの、もうこのぐらいから、どん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 ね、と気になる銘柄としてね、登録していたんですけども、はい。で、ついにね、あの、このあたりから、どんとね、2000円までね、とにかく上がりましたからね、はい。 うん、おめでとうございます。よかったですね。これをずっとね、持っていた方々。はい、すごくね、よかったと思います。おめでとうございます。いやー、よかったです。本当にね、毎日これ、ここでね、話をしていた感じがありました。はい、おめでとうございます。それからですね、あとは、新型コロナ関連ですけども、今日はね、まあ、特にちょっと何か目立ったところはね、なかったと思いますけどもね。はい。続いてですね、5G 関連ですけども、 で、リバーエレクですね、毎日見ている。はい、うん。で、最近ちょっとね、ずっと下げ基調だったんですけども、今日ね、久しぶりに上げましてね、5%近くね、上げましたね、いやーよかったですね、はい、おめでとうございます。で、昨日ね、あの、久しぶりにこの話をして、で、このあたりぐらいまで、まあ、どうす。 下げて、リバッタらね、いいんじゃないかって話をしましたけども、まあ、そこまで下げずにね、今日リバッタということでね、はい、おめでとうございます。うん、この、ここのね、1400円のところがね、一つの目処かなと思ってましたけども、はい、そこまでね、まあ、ギリギリ下げずにね、リバッタということでね、はい、良かったと思いますけどもね、はい、このままね、あの、うまいこと右肩上がりにね、また乗っかってくれればいいなと思いますけどもね、はい、頑張ってください。以上、5G 関連でした。はい、続いて、 仮想通貨関連なんですけども、はい、今日ね、いっぱい上げたんですよね。はい。うん。で、特にね、マネックスが16%以上上げて、結構ね、高値引けでね、終わりましたよね。高値引けでね。はい、おめでとうございます。それからフィスコが11%上げて、で、開花が7%上げてというようなね、形になったんですよね。はい。うん。まあ、おめでとうございます。で、今日ね、仮想通貨がね、軒並み上げたのは、なぜかというとですね、これなんですよね。はい。 アメリカのね、テスラありますよね。あの、電気自動車のね、有名なね、テスラが、ビットコインを10億ドル分購入したということで、価格がね、最高値になったんですよね。はい。うん。いやいや、すごいですね。本当に。うーん,、うん。ということでね、これがね、あの、仮想通貨にね、またまた火をつけてしまったということで、はい。 で、マ、まあ、ネックス、他のがね、爆上げしたということになりましたね。はい。うん。すごいですね。おめでとうございます。で、まあ、ここでね、気にしていた、開花なんですけども、はい。開花ね、結局、まあ7、7%ぐらいの上げで終わったんですけどもと、しかしね、一時的にはね、ストップ高までね、いったということで、はい、タッチしたんですよね。なので40、40%ぐらいね、上げたんですよね。はい。いやいやね、すごいですね。午前中はね、爆上げしましたからね。はい、このぐらいからね。 5ゴ,ゴゴゴってね、上げて、すごい勢いでね、もう40%までね、上げたんですけども、まあそっからね、ちょっと5倍でね、ガクンと下げてという形にね、まあなってしまいましたが、はい。まあ今日ね、だから午前中上げたのは、さっきのね、テストランのまあ話、うん、で、まあ上げた。 というのが、ね、一番大きいと思いますけども、まあそもそもね、なんで買い感が上,げ上がっていたかっていうのはね、まあ昨日も話をしましたけども、とビットコインのね、先物に連動すると、証券の商品をね、開発したんですよね。証券化商品をね。はい。うん。それで、まあ2月の15日からそれをね、あの、販売しますということでね、今注目されていると。 いいうことなんですよねはい、ただね、ちょっと今日ね、すごい長いね、上品をつけてしまったので <laughs>。まあ、それでもね、これでね、終わるとはね、ちょっと僕はね、あまり考えてないんですけどもね、はい。うん。まあ、ある程度のね、こう、調整をね、と入れながらね、また少しずつね、この上品ないどっかでね、取りに行くんじゃないかなってね、見てるんですけどもね、はい。どうなりますかね。はい。期待してます。頑張ってください。はい。以上、仮想通貨関連でした。はい。続いて、グリーンエネルギー関連なんですけども、はい。 でグリーンエネに関連ね、今日もまあそんなにね、あの資金が来ている感じがなってなかったんですけども、まあ昨日言っていた、ね、エバランスは、まずね、とこれだけはね、あのチャートが壊れてなくて、なんかね、あの大丈夫かもしれないみたいな話をしましたけども、まあ、たまたまですけども、今日はね5%近く上げたということになりましたね。はい、うん まあ、この位置でね、あの、こようくよくしながらね、あの、行けば、何かのネタが出た時にね、また上にドンと行く可能性はね、とエイバランスのチャットに関しては十分やるかなというふうにね、思いますけども、まあ、ただですね、NPC は、うん、今、ここもね、よく,よくに入りましたからね、はい、ここら辺がね、底値であればね、あの、また上にね、跳ねる感じはあると思うんですけども、 ただちょっと一番重いのはやっぱりレノバで、レノバもまあ今横横って言えば横横なんですが、うーんとね、ちょっとチャートが重いので、こっからね、上に行くにはね、やっぱり、あの、相当ね、新しい,い,いネタが出ないのでね、ちょっと難しいかなっていうふうにね、思いますけどもね、どうでしょうかね。はい。以上、グリーンエネルギー関連でした。はい、続いて、で、直近 IPO 関連ですけども、 えっと、昨日もね、あの注目していた QD レーザーなんですけども、はい、今日ね、なんとよらずのストップ高でしたね、はい。おめでとうございます。いや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 、すごいですね。えっと、上場3日目にしてよらずのストップ高になりましたね。はい、いやー、すごいですね。おめでとうございます。はい。それでね、QD レーザーね、えっと、なかなかのね、あのいい値段が、ね、いくつかあるというような話を昨日しましたけども、まあ、中でもね、この昨日言っていた 網膜投影技術を用いたアイウェア製品というやつですね。まあ、これが、ね、結構成長の軸であるというようなことを、まあ、今日付け2月9日付けで証券リザーーセンターというところが、まあ、レポートを、ね、書いていて、まあ、こういうのもあってです、ね、で今日、まあ、かなり上げてきたということもあると思うんですよね。よらずのストーパーとかでしたけども。はいうん、ということで、ね、ちょっと今、ね、人気化しているんですよね。これ,、ねはいうんまあ、これからね。 どういう動きをするかね、見ていきたいと思いますけどもね。はい。以上、直近 IPO でした。はい。はい。ここで、新ネタに行く前に、株株ブ,ブパラダイスよりお知らせがあります。はい。株ブカブパラダイスは開始4ヶ月間で1万人の登録者を達成いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。そして、これを機に、成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。 皆さんと共に成長していくためのプログラムです。こちらの株価パーライス特別編重大発表の動画をご覧ください。詳しくは。はい。皆さん一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。と、新ネタ。はい。新ネタのコーナーなんですけども。はい。まずですね。明日上場の IPO ですね。はい。で、R プランナー2983ですけども。はい。 で、これはですね、どういう内容かっていうと、と小建て住宅事業、その他不動産事業というようなことですね。はい。まあ、ちょっとシンプルにですね、あの、まあまあ、すごく単純な、あれで、あの、ちょっと地味な感じの、まあ、ことにねなりますけども、はい。で、それでと、時価総額想定が26億円なんですよね。ただね、はい。で、なかなかね、小型なので、 うんとどうなるかですね。で、まあ、公募がね、2210円なんですけども、で、ただですね、ロックアップがね、これ完璧なんですよね、90日間ということで、はい、うん。なので、この90日間に守られた中で、明日ね、そんなにね、上からね、あのー、寄らなければ。 まあ、工房ぐらいで寄れば、まあ、そこまではそんなに安く始まらないかもしれないですけども、うん、というような、まあ、安い位置でね、寄れば、そこから年間と上がる可能性もねあの、十分にあるかなと思いますけどもね、はい、どうでしょうかね、明日、これも見ていきたいと思います。はい、R プランナーです。はい、そして、あとですね、と、新培養なんですけども、はい、新バイオね、今日5%上げました。 たねはい、で5%上げたんですけど、あのー、まあ、途中ね、結構盛り上がってね、あのー、上げた場合もねあったんですねまああったんですけども、まあ、そこからちょっとね下げられて、で結局ね、5%プラスぐらいでは収まったんですけども、それでね、大日け後にね、ちょっとね、情報が出てきて、でこれがです、ね、厚生労働省のホームページの中なんですけども、この薬事食品衛生審議会。 の医薬品第二部会を開催しますというようなね、お知らせがね、出てるんですよね。はい。それを2月22日にやりますというようなことなんですけども、で、ここの議題のですね、PDF を開くと、よいしょ。しょ。で、この中にですねと、新バイオの、はい、この製品ですね、医薬品トレアキシンの話がね、将棋の話がね、出ているんですよね。で これは、と、確かね、4月に、その承認とかね、そういう話が、と、出ていたんですけども、これがね、2月に、と、論じられるというようなことに、ね、なったので,で、それでね、PTS がね、ある程度その分の、その前倒しっていうことで、と、期待感でね、上げているようなね、ところがね、今あると思いますけどもね、はい。ということで、 はい。新培養。またまたね、明日、まあ少しね、上げていく可能性もね、ありますね。はい。今日ただね、ちょっと大きい、大きい上品をつけたので、この上品をね、うまく取りに行けるかどうかってところがね、ポイントだと思いますけどもね。はい。ちょっとね、ここにしこりができたか,かどうかっていうところになりますけどもね。はい。見ていきたいと思います。はい。心配を頑張ってください。それからですね、あと、GNI なんですけども、はい。今日ね、 と16%、ね、下げたんですよね。はいうん残念ながらね、16%下げ,下げましたね。で今日、このね、ふんわしを見ていると,と、2時40分ぐらいからね、急にねガクーンとね下げたんですね。はい、うん、で、これはですね、何があったかというと、と OB 系後にねと IR が出て、で、まあ、第三者割合当て増資の話がね、 うん。ということで、まあ、まあ、増子が出るとね、もちろん下げてしまうというのがね、今のこのバイオとかにはね、もう本当にありがちなことなんですけども、ただこれね、大火警後に出たんですよね、この適次会議としてね、はい。じゃあ、なんでね、この大 b k 前にね、下がったんだっていうことなんですけども、またモれモれだったのかっていう話になりますが、そうではなくですね、こっちのですね、エディネットの方を見ると、 とですね、これが14時38分なんですよね。はい、14時38分の段階で、まあ、それが、ね、開示されていったということで、エディネットの方ですけども、まあ、なのでね、まあ、ここから下げたのはね、それでっていうのはね、まあ、十分にわかるんですけども、うんとですね、まあ、ただね、そしたら、適時開示もね、同じタイミングでね、なんで出さなかったのっていうのがね、すごく大きい疑問なんですよね。適時開示の方は15時なのに、エディネットはなぜかね、15時前に載せているというね、 よくわからない状況なんですよね。なので、ちょっとそういうのはね、あの、一緒にしてほしいと思うし、まあ、でもね、これあの、15時前に出したってことで、うん、まあ、あの、場中に出したんでね。なので、こう、下がった時にね、あの、逆差しに引っかかって、うまくこう、まあ、損切りか、あの、と、理覚かわか,かんないですけども、とにかくこう、こ,こ,この辺でね、もう、売った人はね、自動的に売れちゃったとかね、まあ、そういう人は、 とまだね、良かったんじゃないかと思いますね。っていうのは、あの今の PTS がね、結構ちょっとかなり下の方にねあの、行ってしまってると思うんですよね、これよりもね。なので、まあ、と、損切りラインを決めていて、それで、と、逆差し値をしてですね、 まあ、リスク管理をしていった方はね、うまいことね、引っかかってね、下にこう、ここまで下がらずにね、あの、うまいこと、まあ、逃げれたというようなね、形になったかと思いますんでね。まあ、ちょっとね、その辺のね、管理はね、すごく重要だと思うのでね、はい。うん。その辺はしっかりやっていきたいと思いますけども、はい。なので、これがですね、ちょっとどの辺でね、下げ止まるかっていうのはね、見ていきたいと思います。はい。以上、新ネタのコーナーでした。はい。続いて、2月9日の注目と言って、 いいた中で、はい、でではすねこの中で今日やっぱりね、すごかったのがね、QD レードですね。はい。まあこれさっきも話しましたけどもね、はい、よろずのストーパーに、ね、なりましたね。はい、おめでとうございますと。それからね、あと昨日言っていた GMB ですけども、はいで GMB ね、とアップルカーのね、思惑がね、ちょっとね、あのー、厳しい感じにね、 なってるっていうね、昨日話をしましたけども、はい。なので、ちょっとね、今日は9%近くね、下げてしまいましたね。はい。うん。ということで、まあ今日ね、あの、よりからね、からりをした人はね、まあ10%近くね、こう、抜けたということに、ね、なったと思うんですけどもね。はい。うん。 ということで、これがね、下値ね、どのぐらいでね、ちょっと止まるかですよね。はい。で、あと、アップルカーのね、思惑がね、また何かのね、報道をきっかけにね、こう、浮上してくる可能性もね、なくはないと思うので、はい。まあ、あまり長いことね、空売りをね、こう、持ち越してるとね、あのそういうところで踏み上げられる可能性もね、十分になると思うんで、まあ、その辺はね、あの気をつけながらね、やっていければいいなと思ってますけどもね。はい。以上、2月9日の注目メ柄でした。はい、続いて、2月10日の注目。 QD レーザー、ザ g、NI、はいこの辺を中心に見ていきたいなと思ってますはいそれではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させてだきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。